は一旦ちょ見てみる <laughs> 嬉しい体感あずみんありがとう見てみますとっちゃんもやさん神ありがとう賢そう今日はメガネです今日はなんかコンタクトコンタクト今日入らない日だと思ってメガネで過ごしてた今日は <laughs> メガネで過ごしたい気分ちょっと 外はね、雪、えー、降ってないですね、もう、降ってないよ。降ってない。かげさん、ちなのさん、神。ありがとう、りくとさん、神。ありがとう。こんばんは。くまねパパさん、ピカピカ、ありがとう。うん、雪、そん、中で降ってたけど。めっちゃ降ってないかもしれない。メガーズ、メガーズ。<laughs> すごい、メガ。 なんか強そうメガわず <laughs> メガミンの方が好きだなそんな意外えあるあるなんかねコンタクトがうまく入らない日とかってあるあるめっちゃそう頑張って入れようとするんだけどうまく入んない日めっちゃあるんですよコンタクトあれコンタクトとの相性が合わない日しちさん神ありがとう,りゅうや也ん神 ありりがととう中でで急いるる時かかに限っって入らなかったりする朝 <laughs> 朝めっちゃ急いでる時とか「まあまだか入んないの今日に限って」ってなってあのバタバタ準備してる時とか限ってそういうことよく起きるねえそう今は割と暖房とかもついてるから暖かいかな おのか <laughs> あ,あ寝坊したの結局 <laughs> 寝坊したんかい大丈夫だったそれ寝坊しちゃって私が枕元に立ってたから寝坊しちゃったの, <laughs> たのあ本当に <laughs> ねえあるあるだよねでもね相性がいい日悪い日。 えっとの。オーディオさん神ありがとう。ショーゴルン神ありがとう。こんばんは。ナースさん、神ありがとう。西城って愛媛えっとね。愛媛もあるよね。愛媛もあるんだけど、広島の方の斎場うん、広島の西条です。<laughs> 愛媛も愛媛もあるよね。私も最近知ったんですよ。愛媛の斎場。愛媛もあるんだと思って。 日本酒のチョコあかんかったあそうなんだそっかそっかそっかそうだよね車だから一応そうだねええー、そっか美味しかった美味しいよねあそこのトリュフでトリュフ美味しいこんばんは コンタクトソフトだねソフトですハードじゃなくて <laughs> ペヤングメガメテタマックス <laughs> 買いーーあっほんとよかった無事帰れたみたいでね今日はそんなに強くなかった雪いっぱいはあでも積もってたかたりはしたけどえー、いいね車で行ったんだ いいな、車立ちもまた行きたいなメガネメガネ楽ちんだよね私もメガネ家にはいる時はねずっとメガネ外に出る時だけとかだけコンタクトつけてる <laughs> そういや2個ある同じ名前なんだよね同じ名前で広島もへんも あるらしいんですよ私もね愛媛の方はね本当に本当に私も最近この前知ったんですあ愛媛もあるんだ才蔵と思ってそうありがとう玲奈君ハートありがとう焦ってるから入んないのかなコンタクトわかんないけど焦ってる時入んないコンタクト免許は眼鏡ありなのか え、どうなんだろう。でも、教習の時は、コンタクトでやってたから。えあ、免許写真ってこと免許写真は多分、メガネつけないかな。コンタクトで撮ると思う。あ、洗濯頑張った <laughs> 今日なんか、衣類洗濯の日みたいな感じだった。今日 ?1 月28日なんか、なんだったっけな。なんか、語呂がね、 ふわふわふふわふわだ2が「ふ」って呼んで8がで「わ」でふわふわの日ふわふわする日みたいなので衣類,衣類洗濯の日らしい今日はマッキュさん神ありがとうねえ y o さん神ありがとうマジンリブーさん神ありがとうこんばんは寝坊寝坊 <laughs> 大丈夫みんな寝坊。<laughs> もね、寝坊起きれない日もあるよね私も4個ぐらいかけてるよいつもそうお酒で有名な西条の方ですねのみおくん神ありがとうおかえりなさいこんばんはのみおくんペンライトの熊ちゃんありがとう視力はね 視力はめっちゃない 0.0. 何ぼの世界です私0.1とか <laughs> 分からんけど D ですよ判定の,あのローマ字で言ったら D 見えないこれ今ラガンねこれもうコメント読めないこ,この距離で何て文字が書いてあるか分かんないこの白い枠だけ見える。 コメントのみんなのこのコメントの白い枠だけ見えてて文字見えないから文字が見えるのはねこの距離この距離まで近づいたらあのね見える <laughs> 文字が <laughs> って言ってもわかんないか <laughs> そう結構悪いんですよ。慎吾さんハートありがとう んちさんダルマさんありがとうしんごさん神ありがとうえーね、え,え免許取っていきたいしみこうさん神ありがとう,うあっあエディオン頑張るありがとう <laughs> 頑張ります一部出演なんですけどしっかりとアンダー務めてまいります明した ありがとうございます。布団公開のポスター。あああの暖かいやつ？私もあの暖かいやつで寝るようになってからすごいめっちゃいい睡眠してます。暖かい体が起きた時も。今日はふわふわしていろんなルームで。あ <laughs> ふわふわの日だからって今日はふわふわふらふらしておいいそんなよくないぜ。<laughs> ふわふわ,ふわふわの日だからってふわふわしてても許されるわけじゃありませんよコンタクトの度数出してくれとあコンタクトマイナス3マイナス33点何本みたいなやつマイ 3, 3なんとかコンタクトの度数そうあ似たようなそう世界ぼやけてるぼやけてるよね全然見えない コンタクトかけ始めてからもっと目悪くなっちゃった。そう。<laughs> そう。ときどき違うなれて。そうだからメガネつけてない本当ラガンで配信するときはだからいつもこんぐらい近いのこんぐらいじゃないと見えないから朝とか特に朝メガネかけてなくって裸眼で配信するときはここがギリギリだから。 多分こんぐらいち近く配信してるときは多分割と高確率で裸眼ですね私そう見えないからコメントがお子さんえすごいおしろこだ <laughs> お子さんにぴったりやんおしろこありがとう <laughs> そう裸眼は裸眼の時は多分何言っても分かんないよ私に <laughs> そうえわ、ー、かんないランド取る CC は見えないかなりあくんかわいいありがとう弟くんあ美味しかったみたらし団ん美味しかった美味しかったうんうんうん 美味しかったですめっちゃそうとうとうが今日みたらし団子作ってくれてあとりんご飴も作ってくれた <laughs> 今日はなんかすごいデザートデザート作ってくれる日だった食べました私はりんご飴は手伝った一緒にりんご切って切り方ミスっちゃってサイズ感なんかいつもはお姉ちゃんがお姉ちゃんがだいたいりんご切ってくれる切るんですよ そうリンゴ飴を弟ね岡田家のりんご飴職人ってりんご飴めっちゃ得意なんですよ作るのね。それよく作ってって言って作ってもらってるんだけどなんか今日は1個をきいつも切って皮の方をつけるんだけどお弟に「16等分してね」って言われて「OKOK16、OK OK、等分ね」って言って <laughs> その丸々1個のりんごを。 を16等分すんのよでも1個16等分じゃなくて半分に切ってまずりんごを半分に切った後に弟に16等分してねって言われたからこの半玉を16等分するんかと思ってこれどうやって16等分にするんだろうと思って <laughs> 切り方分からんな別めっちゃちっちゃくなるくないと思いながらこうずっとまな板の前でこうやって悩んでたらう弟に「88よ!」って言われて <laughs>。 全部一玉で16等分よ」って言われて「ああそういうことね」って言ってちょっと自己流で切ったんですけどそういつもよりも切り方が下手だったらしくて「何この変な形」ってめっちゃ言われました「<laughs> ごめんね」って言うマキさんかわいいありがとうこんばんは。 マきさんハートありがとうそう難しいどうやったらうまく切れるの教え分かんなかったい,い上手な切り方が高井さん初見さんおかえりなさいありがとうリモさん神ありがとうえー、ドアップな毎朝ドアップ <laughs> えー、ドアップ好きだねみんな ぜんざいなんだおしるこじゃなくてふやぶつさんハートありがとうねええそう職人結構ねなんか好きらしいお菓子作りねっかわいいよねお菓子作り好きなんだって好き好きというかなんか嫌いじゃないらしい <laughs> リン飴作る職人なんんですよ弟飴難しいじゃん結構私ねりんご飴何回か作ったけどそうお水とお砂糖となんか火をかけて火を止めるタイミングとかがめっちゃ難しくってうまく作れなかったんですよね何回もそう何回も失敗してるから何回も失敗するんだけど弟はね何回やっても成功するからだからりんご飴は弟に全部任せてる。作って,ーって,言って <laughs> そう難しいんよね水のそう配合とかね配分とか結構難しいそいつ職人になってもらおうかないいなでも板前さんとかなんか料理人ちょっとなってほしい <laughs> あと,あと <laughs> それはねちょっと思ってる昔から料理人になっていっぱいおいしいものを作ってほしい 弟に。弟に作ってほしいです。手先器用なんかな。こんばんは。そう。私食べせん。<laughs> これは、あの。これはもう。自信を持っています。私はもう食べせんです。<laughs> どちらかというと、作ってもらう。作ってもらってる。 で。おち。そう。一画面難しいよね。難しい。え、なんか今日も本当は友達ん家行って。友達ん家で、これも <laughs>。よくわからんかった。のが、友達ん家に行って。 で飴を作って友達ん家に行くくんじゃなくっ,て友達ん家行って友達ん家のキッチン借りてりんご飴作る予定だったらしくってとが男友達よどんな <laughs> なんで友達ん家でりんご飴作りに行くそうみたらし団子も友達ん家で作る予定だったんだって男,男の子の友達と一緒にそうどんなかわいいねお遊びを するん中学生の男の子がっ思ってたけどそうなんか今日はね雪の影響かなんか知らないけど車がめちゃめちゃ混んでてすごい。そうでなんか午前中ずっと部活行って帰ってきてそう友達んちから送って送ってって言ったタイミングで送ってってお母さんに言ってたんだけど車がもう。 めっちゃ混んでるのめっちゃ混んでてお母さんが「いや今日はもう車出せないよ」なんか「めっちゃ混んでるから」って言って結局友達ん家行くのやめて家で作ってくれたって感じでした。いたらし団子とリンゴ飴を <laughs> 結局。「高川長運動をスイーツ好き」っていう最強ギャップだし。 そんな <laughs> ちょっと弟へのハードルが上がってるかもしれないそれは <laughs> そう私は食べるだけがかりあ <laughs> ね上手妹ダークバター弟 <laughs> 私だけ異質すぎるそれはちょっと <laughs> 私の名前ダークバターな私もね作れるんですよ作ろうと思ったら作ろうと思ったら作れるんです 作らないだけで。<laughs> こんばんは。そう。可愛い,いよね、可愛い,いよね、弟ね。<laughs> そう。可愛い,い、そういうところ、あ、可愛い,いって思う。こんばんは。 出店弟が出店したら看板娘になろうかな私 <laughs> 弟のお店でそれか弟専属の味見係になるか <laughs> 弟が将来出店したら専属で味見係こんばんは。 セクシータントだから大丈夫 <laughs> 全然何も大丈夫じゃない <laughs> 何も大丈夫じゃないですこんばんはフォローフォローになってない <laughs> マカロン作れえまだ挑戦はしてないけど二十歳の私なので多分作れますね今年は <laughs> まだいやマカロンはあれでしょ2月に挑戦すんのよ配信でバレンタインシーズン 配信でマカロン作る <laughs> 昼休みさんバラありがとう,うバレンタインバレンタインえ作ってたよそうだってさ女の子はさ女の子同士でさチョコレート交換し合うからさバレンタインの時 そう友達と一緒に泊まりで作ったこともあるブラウニーとか生チョコとか作ったことありますよ作れるんよ <laughs> 美味しいのできるんよ作ろうと思ったらね作らないだけおかえりなさいチーズインハンバーグえチーズインハンバーグ作りたいチーズイン チーズイン。味にいらん。<laughs> 確かに。<laughs> 手伝えて。<laughs> 屋台。屋台、専属、専属料理人。り <laughs> おさん、可愛い。ありがとう。そうそう、友チョコ。 懐かしいタッパーに入れてた高校生の時タッパーに入れて持ってってみんなでもうお腹いっぱいになるのだからバレンタインなんかね中学校まではチョコ持ってっちゃダメなんですよね学校だから隠れてこそこそあのなんかあのバレンタインの日だけこれか女の子あるあるかわかんないけど荷物がおおお大きくてお大きくなるんですバレンタインの日は日に限って <laughs>。 手提げみたいなのすっごいでっかい手提げ持ってきてでその手提げのバレちゃいけないからおかあの先生とかにバレたら怒られちゃうからでも友達に配る学校で配るチョコお袋詰めしたチョコをそのバッグの一番下に詰めてその上に体操服とか <laughs> 教科書とかを隠して入れてでそ普通にそのバッグを背負って背負って持ってきてで休憩時間とか先生いないタイミングで「あつまったつまって。 ははいっっってててこうやってやってた <laughs> 中学の時は <laughs> でも高校は大丈夫だからそう高校の時はあの持ってっても大丈夫なので自由だからだからもうそう普通に持ってって給食の時間にタッパーをこうやってパカって開けタッパーにいっぱい入れてってタッパーパカてって開けて女の子同士でこうやって「はいこれどうぞ」って「どうぞーどうぞ」って。 やりながらみんなで交換し合いっこして <laughs> 帰り道はみんなからもらったチョコでいっぱいになったタッパーを持って帰って食べたりしてた懐かしいバレンタイン事情こんばんはそう <laughs> ね、肩にチョコいやちゃんとねいや作れますからレシピ見たらレシピ見たらブラウニーとかチョコなん,なんちゃらかんちゃらとか作れちゃうのよえでもやる今年はマカロンリベンジ配信 <laughs> ちょっと頑張るねちょっと材料今か早めに買っとこうすぐ売り切れちゃうんよねマカロンの材料って買って買っとこうで。 配信するけんあのマカロンの <laughs> 何度目 ?5 度目ぐらい <laughs> 5度目の挑戦ぐらいのマカロンを見届けに来てください今年は STU さん結婚してありがとうじゃあ今年は私からのチョコ受け取ってね <laughs> 持ってくれて開けてくれたんですかえー、いいね タッパーのチョコもらったんだ。オーケーベイさん神ありがとう。ヌシさん神ありがとう。なうけさん可愛い,いありがとう。こんばんは。先生にバレたらあげたらいや怒られる絶対。<laughs> 怒られあでもねこれね英語の先生なんか中学の時の英語の先生。 ALT の先生って言って海外から来てくれるマイケル先生みたいなそういう海外の先生が来て授業を,を一緒に何か週に1回ぐらいは ALT の先生がが来て授業とかがあったんですよねでその ALT の先生はさ海外の先生だからそのハロウィンとかバレンタインの時に「ハッピーハロウィン!」とか「ハッピーバレンタイン!」って言ったらチョコくれたんですよ <laughs>。 そう嬉しかったあれ ALT の先生はそうやっぱりあのなんか普通の先生は絶対にあのゆるなんかとは違う ALT の先生だからこそのこの嬉しさがあっただからみんなでそれを知ったらみんなでハロウィンの日は「ハッピーハロウィンハッピーハロウィン!」ってみんなで <laughs> l t の先生とくらいって。 お菓子もらいました下駄箱にチョコ入れてる子いたけど食べますかええー、そんな下駄箱でチョコすごいええー、でもやっぱもう食べ物と靴とか考える前よりもやっぱドキドキが勝つんじゃないそのシチュエーションによって <laughs> ドキドキが下駄箱に破れたとかあるあったありましたか皆さん経験 <laughs> 経験ある <laughs> すごい漫画漫画みたいなシチュエーション全然見たことないですけど周りとかでもゲタ箱にバレンあれラブレターとバレンタインチョコそんなのあったらもうドキドキ止まらんよな絶対見つけたらゲタ箱にチョコとかしんいちさんハートの三連ありがとうこんばんは そうああ,あるんだでも下駄箱にチョコたか <laughs> ってたかっとるわけじゃない <laughs> いやー 嬉しいやん。行きたくなるやん、みんなで。<laughs> そう入れていい、ね、エルティの先生。経費どうするかなとか。言っちゃいけないよ <laughs>。道具袋の中にチョコ入れて、ええー、可愛い,い道具袋。 懐かしい道具袋えー、昭和ならではなのかな下駄箱に行ってあい <laughs> こんばんはあ直接手渡しえそうなんかな直接手渡しか私たし状くらいしかい私上たし状くらいしかイメージはたし状の方がイメージがなかった 怖すぎ下駄箱開けてはたし状が入ってたらえすごいドキドキじゃん青春めっちゃ部活終わり余待ってくれて告白されめっちゃ青春ですねほか恋人が他の会社コもらうと怒るタイプ怒るこれこれ誰からのチョコなの <laughs> 私こんなチョコ見たことないんだけど <laughs>。問いただしますね。屋上ね。屋上はもう漫画アニメだな。ドキドキ。ドキドキ。 えー、<laughs> えこれさ私さいっかどうなんだろうどうなんだろうなんかあの <laughs> 下駄箱に告白とかの話ないんだけど全然 <laughs> 中学時代のなんか中学時代 のエピソードで <laughs> バレンタインとかじゃないんだけどなんかねあの修学旅行2年生の時にね修学旅行があったんですよ <laughs> 修学旅行があってね修学旅行のさ写真を撮るじゃんか写真をカメラマンさんに撮ってもらうじゃんあ南の家電さん神ありがとう写真をさカメラマンさんに撮ってもらってその撮ってもらった写真がさこう 張り出されるんですよねそのあの一定期間そのでその貼り出されてる写真を見て番号番号が全部さ1枚ずつ番号が書いてあるからその番号をこう紙とかに記入してそれで注文そう,そう番号で買う方式あったよねそうあれあれだったんですよ中学校の修学旅行が。でそれでそのいろいろまあ写真があってこう見てるじゃんそしたらなんか。 スキーでめっちゃ濃い真っ白の雪の中でそのスキーこうスキーし終わって下のふも下のところまで降りてきた瞬間にたまたま前にカメラマンさんがいたから「あーカメラマンさんだ!」と思って「ニコー!」って言ってこうやって撮って笑ったんですよね。でそれが すっごい結構こう自分の顔写真顔がここだったら割とこんぐらいのサイズ感もう私のソロショットみたいな <laughs> その写真がロソロショットになってて「イエーイ!」ってこうやって「ピース!」って笑ってるこのソ,ソロショットの写真が一枚あったんですよ。でまたもうそれも、まあ、その写真の中の一枚として番号がついて飾られてっていうか、まあ、それも。 注文できますよみたいなな感じになってて <laughs> 友達と「うわ何これサウンショットだ!」って言って「恥ずかしい!」とかって言いながらまあわーってやり取りをしてたんだけどその修 <laughs> 学旅行の写真の、まあ、注文も全部終わって自分のもとに頼んでた写真とかが届いてみんなでこうやってね写真を届いた写真とかこうやって見たりしてるタイミングの時に友達にその。 ずみ、ね、知ってるってなんかすごいちょっと深刻そうなちょっと半,半笑いっぽい感じの深刻そうな顔で声かけられて友達に「何?」って言ったらなんかその <laughs> その時同じクラスにいたあの <laughs> 男の子がその私のことちょ,ちょっとだけ気になってたらしくてでそのソロショットの写真を買ったんだって買ったんだらしいんよ。 でも中学生だからその買ったのを後でその男友達にバレちゃったらしくって <laughs> 部活が終わった後にそのほ他の男友達にあのちょっと茶化されたらしいんよ <laughs> お前は岡田のソウルショップジに買ったんだろう」みたいななんか「うわ」って買っててーって,って茶化されたらしくってその男の子は <laughs> 恥ずかしくなってなんかもうなんか。 勝手レージー,ー,ーってごまかしながらその写真をその池に <laughs> 池川に勝手レージーみたいな「うわ!」って捨てて投げたって <laughs> 池に投げたらしくて <laughs> でその友達それを教えてもらって誰々がこうこうこうで池に投げたらしいよって,って。 本当に池に池投げたか分かんないけどもし川に投げ,投げてたらさ私の1人でこうやってあ笑ってるソロショットがさソロ写真がさ今もどこかに流れてさどこかどこかふやふや浮いているのかと思えばさもうその時めっちゃそれが恥ずかしくって <laughs> そう私の1人でめっちゃ満面の笑みで笑ってる写真がどっか <laughs>。 どっか流されてるのそうどこか今も流れているかもしれない川のどこかを <laughs> っていうエピソードです思い出したどっかにもしかしたらどっかの海にみんなの近くの川にたどり着くかもしれないその写真が <laughs> そう フフフ拾って <laughs> そうでもねやっぱり中学生だからねやっぱその中学校のある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 なのかなそうちゃかさちゃかそ,ゃかそのあるじゃんこういう「おい」みたいな。 お前みたいなそう,そういうのがっていう懐かしいなんか青春 <laughs> 私の青春ではないけど <laughs> 私の青春ではないけどね懐かしい写真です <laughs> こんばんはもしかしたらあなたの川川のふもとまでやってくるかもしれない。 その写真今ど,どこどうなってるんだろうだ気になるんだよねその写真が今どうなってるのかどこにどうなってるんだろう <laughs> その話を聞いた時からずっと気になってましたその写真はどこに今ど,ど,どこにいてどこまでたどり着いているんだろうかって「みやおこうちゃん尊いありがとう」 音と全然ないですね高校も違ったしその時は同じクラスだったんだけどその次から同じ別のクラスになっちゃって8日のさんハートありがとうそうあ2枚っちゅう1枚は捨てたけどもう1枚は大切に <laughs> そうね青春青春エピソードです年頃そう仲のいい友達だったその子その子はでびっくり私とその話を聞いた時も友達にあっヒュヒュ 何番買えばいいですか <laughs> その写真買った買った一応買ったんですよソロショット今どこにあるんだ今多分探したらどっか出てきそうだけどちょっとすぐは見つからないやその写真でも買った買いましたよ私もソロ写真一応探したら出てきそう多分 <laughs> 懐かしい話です見たい見たいえめっちゃ前だよ私 <laughs> めっちゃ前すっごい幼いと思うよ顔わかんないちょ見つけてみるねじゃ探してみるけど買ったから多分お母さん聞いたら出てきそうどっかに探してみるわこうやってめっちゃもう雪の中 こんな感じだ真っ白な雪にスキーウェア着てこんな感じの写真こんな感じの写真です成人式で会えるチャンスああ成人式行け,行けなかったから <laughs> 言えなかったから会えなかったなえ <laughs> でもね中学の時のこと確かに何してる何してるのかな 昔昔の昔の友達があちょっと充電するあ待ってタワーのお礼もする、うん、ちょっと待ってねね配信で配信で見せよっかなちょっと探してみる写真。 雪マジック雪マジックスノーマジック <laughs> そうえー、たぶんちょっと見て探してみようメールか配信かで、ね、その人配信見てないよ絶対絶対見てないよ <laughs> 絶対見てないと思う元気に元気にやってるのかな分からないけど妻さんバラありがとうそうこ成人式とかね同窓会も全然ちょうどコロナでキューってなってたから <laughs> あの時期ちょうどね全然行ってないんですよね行ってないからねもう昔の友友がどんな感じだったか全然 わかんないけど同窓会とか成人式逃したらね当分もう会う機会ないもんね昔の友達ってそう今も連絡取ってる本当にもうめっちゃ仲いい友達数人とかはまだ連絡取ったりしてるけど今もそうじゃない子はね これが似合うありがとう <laughs> そう目悪いの <laughs> ありがとうございますせいじさん神ありがとうえよしじゃあタワーのれしょかなタワーの音しよっかな 急ですか。えっと誕生日の誕生日配信の時のタワーのお礼です。おっきいさん、S T フォーティトタワー、ありがとう、ありがとう、ありがとうございました。いるかなおっきいさん。おっきいさーん。 ありがとうございましたありがとううさぎちゃん描いてみたよ聞いてましたじゃんコケ玉さん誕生日タワーありがとうありがとうありがとうね ありがとう。取れたかな？読めた。続きまして、しんこさん誕生日タワーとレインボースタータワーありがとう。ありがとう。 こんばんは。ありがとうございます。ありがとう読めましたか？ありがとうね。読 <laughs> めた <laughs>？K さんじゃん誕生日タワーありがとう。ありがとう。ありがとう。 ちょんまげありがとう <laughs> ありがとうございます。 ありがとうございました続きましてもりもりさん誕生日タワーありがとうたくさんありがとうございます ありがとう。読めたかな、言うかな。ありがとうございました。続きまして、ディオさん、ディオさん、ありがとう。誕生日タワーありがとうございます。ありがとう あり,がとうありがとうございました。ありがとう,ありがとうございます。そして、富有物さん、ショールムタワーありがとう。ありがとう。 ありがとうございました。ありがとうねー。<laughs> ありがとう。取れたかな。取れましたか。ありがとう。<laughs> そして、海幸山幸さん、ショールームタワー、ありがとう。<laughs> ありがとうございまーす。 ありがとうありがとうございますありがとうございます続きましてじゃんりくとさんショールームタワーありがとう ありがとうございます。ありがとう。<laughs> いやだ。は、はまってるの、それ。<laughs> ありがとう。 これからもよろしくお願いします <laughs> 続きましてお兄ちゃん誕生日タワーありがとうお兄ちゃんいいかなこんばんは ありがとう圧 <laughs> 強め愛重めです二十歳のあずみ <laughs> 大好きをたくさん伝えますみんなにあそうなんだそっかまたね今日来られ来れてない方も何人かいるので また配信でお見せしよう <laughs> いや圧かけてるわけじゃないよ圧かけてるわけじゃなくってただ私が大好きを伝えたいだけみんなに <laughs> 圧かけてるわけじゃない好きだよ私好きだよみんなも好きって <laughs> <laughs> 圧かけてるわけじゃなくて <laughs> はい続きまして鶴さん誕生日タワーありがとうありがとうフフフフフ。<laughs> <laughs> 重め重めで重め大きめ厚め20歳重め大きめ厚めでいきますありがとうねありがとうございましたトシさんバラありがとう ありがとうございましたそしてマ、ま、ーキュンさん誕生日タワーありがとうありがとうございますありがとうありがとうね ありがとう <laughs> 読めたかなありがとうございました続きまして日向さんありがとうございますお誕生日タワーありがとう日向さんありがとう あ、ありがとうね。いつもありがとう。<laughs> ありがとうございました。<laughs> ありがとうございました。続きまして、売り越しさん。 誕生日タワーありがとうよりこしさんありがとう <laughs> ありがとうございました ありがとうございました続いてラストかなゴンヤンさん誕生日タワーありがとうありがとうゴンヤンさん…ゴンちゃん…ありがとう ありがとうございました。<laughs> <これ笑>ありがとうです。ありがとうございました。ありがとう。以上。 えー、お誕生日のひまたぎ配信の時のタワーのお礼でした本当にありがとうございましたありがとうね <laughs> みんなと一緒に二十歳迎えれてめっちゃ嬉しかったしあの時はね歌唱力の予選の放送とかもねあったりね <laughs> すごい天候盛りな誕生日私も二十歳をのになった瞬間天候盛りのあの配信になったんですけど すごいみんなと一緒に楽しく二十歳迎えれてよかったですホール食いもできたし完食 <laughs> お祝いの言葉もありがとうございました20歳もよろしくね <laughs> 20歳あずみもよろしくねモリモリあサリン変わってるありがとう <laughs> モリモリ天候モリモリね本当に最高の誕生日プレゼントになりました誕生日プレゼント濃厚濃かった濃厚な誕生日よかったよかったね楽しかったですまたこうやって二十歳も 21歳も22歳も23歳も24歳も25歳も26歳もっていっぱい一緒にお祝いし,していきましょう毎年毎年1月20日お帰りなさいあっ瑠璃こしさん今ちょうどちょうど今さっきタマお見せしたんですじゃん瑠璃こしさん ありがとねよかったたまたまグッドタイミングありがとう <laughs> ありがとうございます見えたかな よかったよかった良きタイミングありがとうございましたありがとうね <laughs> ありがとうそうお色気 <laughs> 大人アズビンで二十歳頑張ります <laughs> 大人アズビン大人っぽく進化一歩ずつ進化していき そう今さっき、ちょうど今さっき終わったんですよちょうど今さっきそう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 よかったでしんごさん <laughs> すごいありがとうびっくりした私も大好きだよありがとう大好きくまっちゃんありがとうしんごさん ええー、ありがとね。<laughs> 大好きだよ、私も。大好き。<laughs> ありがとう。<laughs> ありがとうございます。大人っぽくスキー場でのダブルペースも大人っぽく。<laughs> 大人っぽバージョン。 満面の笑みじゃなくてちょっと <laughs> 懐かしい修学旅行でもねあられちゃんあられちゃん <laughs> ねっうしい安住しか20歳の安住20歳も。 もうねえほんとにもうすぐやんなもうすぐでんな1月があっという間だったね始まりますね来月から9枚目のお話し会もまた始まるしいっぱいいろんな楽しいことが2月からいっぱいいっぱいたくさんたくさんになるね楽しみです 楽しみやんな <laughs> 楽しみやんねなんとかあずみよしで <laughs> なんとかってどういう意味 <laughs> ブレることなくでしょブレることなく一生あずみよし TikTok のかわいくてごめんな、ね、あ、そうなんだえ、嬉しいえ、見てくれてありがとうそうなんよ、私もね、踊りたくてずっと踊れてよかった かわい,いよ、ね、あの曲ね可愛くてごめん歌いたいな次はなかなか歌えないけどなんとかやんなねえ来週から早いよねあっという間本当に来週からお話会始まっちゃうねえ3月は決勝もあるしいっぱいで4月は6周年コンサートもあるし <laughs> なんか 2月から新しい年が始まるって感覚だな <laughs> なんかもう2023年始まってるけど自分の活動的には2月から結構あのいろんなことがお話し会も始まるしなんかこう2月から始まっていく感があるので個人的には2月から新しいまた1年が始まっていく感があります。 あ自己紹介からあ嬉しいじゃ <laughs> とお互いに <laughs> お互いに自己紹介する検討予想よっからほぼ毎日検討したからえっそうなの毎日すごい私のやっぱりだってあ,じゅあずきもう主任主任だもん <laughs> 部長部長角 <laughs> だからやっぱり責任そう やっぱり筋トレ小豆部長でしょ小豆部長だから <laughs> ナイス筋トレですね TikTok かわいくてごめん生きちゃってごめんチあざとくてごめん あれにあれも踊りたかったあれも踊りたいあれなんだっけな推しにしてくれなきゃやだ私以外を見ちゃやだ推し変なんて許る。ない法律で決まってるのおだもダンスもちょっぴり苦手だけど誰より愛を持 で、アイドルしてます。トップ目指して <laughs>。この曲も可愛い。この曲もね、ティックトックで踊ってみたい <laughs>。ね、え、会いたいよ、私と、私も。会いたい。いっぱい会おうよ。いっぱい会いたい。こんばんは。そう、通所から、確かに時間的に通所からスタート。しますね。あれもあるしね。チェキー。 チェキのサイン会もあるし、二月始まってすぐは。こんばんは。<laughs> 人名<命笑>。筋トレ見てもらう。あ、私が見るの？あ、それなら見えますよ。全然。筋トレチェック <laughs>。筋トレチェックしますよ。 ダブルペースでないから <laughs>。かなりやばい。六年ほど前から。あ、人見知りなの、おっ。了解です。楽しい、時間にしようね。楽しい時間にしましょう。こんばんは。ディオさん。ペンライト、の僕もちゃん、ありがとう。こんばんは。そう、法律で。 メドめっ、ハニワの曲結構昔のあの恋愛実行委員会だっけあの夏希ちゃんとかあそこらへんめっちゃ見てたんよ東京サマーセッションだっけあのあそこの,あの恋愛告白実行委員会かなんかあるんですよ、ハニワの。ハニワさんの。あそこ結構好きで あのシリーズの曲めっちゃ聴いてた結構好きな曲多いかもしれないいいよねアニマさんねこんばんはねいつかやりたいカレーさんの曲もアニマさんの曲もそういきなりツーショット確かにポーズ これする <laughs> スキー場ピース <laughs> こんばんはねオンライン苦手だから苦手じゃないでしょ <laughs> 得意そうだけど生き生きしてるけどいつも <laughs> オンラインお話し会。

えー、あ、海幸山さちさん海幸山さちさんタワーのお礼タワーのお礼があるのじゃん海幸山さちさんあの誕生日の日の誕生日配信の時のえー、タワーのお礼ですショールームタワーありがとう <laughs> よかったありがとうありがとうねあ、大丈夫だよ ありがとう、よかったよかった。ありがとうねー。読めた取れた?。<laughs> ありがとうございました。ありがとうねー。読めたかな。 ありがとねあずみんだけこれっていうポーズ思いつかないだよねそうなのよないんです <laughs> そうだからなんか考えたいなと思,思いつつもいいポーズがなくってそうなんだよねないんだよね簡単にできるあウィンクね確かにみんなも簡単にできるのがいいよね そう。ウィンクでき、ウィンクにする。ウィンクできる。まあ、でも、こう、できなくて、こうなってるのも、またいい <laughs>。またよしなので。ウィンクにしちゃう。アズミンポーズウィンク。<laughs> あ、無事。あ。よかった、よかった。 ゆっくり気持ち休め休んでね元気に売り越しさんレインボースターありがとう <coughs> <coughs> うんインクいけるかな振り返るポーズああ ねえねえね確かに振り返ったポーズかねえねえかそうなんだよねないんだよねでも難しいよねウィンクってねあっ正解中止挑できません <laughs> できません両手をクロスしたアズマックスポーズ両手をクロスアズマックス <laughs> どうこうアズマックス アズマックスポーズって何どう上？あこ <laughs> 新しいアズマックスポーズそう下ペロ <laughs> 下ペロピース <laughs> 下ペロピースインク横ピースかわいいマンキュンかわ神 ありがとう。<laughs> ああ片手小さな巨人の片手あげる。確かに。可愛い,いこれでも小さな巨人。確かに決まらないんだよねないんだよねそうなんだよね決まらなくてないんだよ、ね、なんかこれといったポーズが自分 免許証写真見たら真顔初めての写真が真顔 <laughs> 初めての通称 <laughs> こうやって <laughs> なんで <laughs> 関係ないじゃろ腰に手当てて何のポーズ <laughs> 二人で Y 字バランス <laughs> すいません <laughs> あ猫っぽいあれだねこれか確かにこれこれがね前に前この前考えたやんこれも定着させる定着させるもういろんなところで行っていこうかなじゃあこれが定着するように3 <laughs> あずみんのみ3でみんみんあずみんのみの3 ってていう意味を込めてちょっと猫ちゃんっぽく猫ちゃんのひげっぽくほっぺにこうやってやるっていうポーズこの前考えたよねレアくんペンライトのくまちゃんありがとうレ <laughs> アくんラブありがとうねえ <laughs> 定着させれるからこれ<笑>私<笑>定着させるの難しいよねそうねっちょりはすぐでなんか定着したのかどこかよく分かんないけど <laughs> すごいすぐ即座に広まってしまったけど定着させるの苦手なのよよりこしさんレインモンスターありがとうでもこれはどうだろういっぱいいろんなところで言って言言ってたら定着するかな これにしようかなそっかじゃあみんみんポーズ今日から定着します <laughs> 定着しますとおかしいか今日から使えますみんみんポーズみんみんポーズはこれえっこれさ見たことあるない大丈夫どっかでさ他の誰かさんと被ってるとかないかなみんみんポーズ大丈夫か なんか私がね使っていくそうかオッケー分かった使う私は <laughs> 私はいっぱい使うどんどんやってこう「広まれ耳ミミポーズ」じゃあせっかくなので耳ミミポーズできた記念でスクショタイムミ耳ミポーズ ツーショットで困ったらミンミンポーズツーショットで迷ったらミンミンポーズどんな時でもミンミンポーズで <laughs> ミンミンでいきますじゃあミンミンポーズ広めていこう 猫ちゃんっぽいもんねじゃあ9ちゃんそこにねっとりどんどんこれ寝 <laughs> ねっちょりで間違えたウインクにペロ <laughs> いっぱい追加されていく <laughs> 自己紹介追加ああ 四十八センチの小さな巨人皆さんに元気と笑顔を届けます広島県出身あず,おあずみんこと岡田あずみですってやろうかなの <laughs> ーべみたいなのーべと似ちゃうかうん 198cm メゾサスズチの巨人皆さんに元気と笑顔を届けます広島県出身あずみんこと岡田あずみです元気と笑顔笑顔のタイミングで片方だけやろうか ね <laughs> これだもん、ね、まあ、いっかやらなくてやどうしよう両手まあたいいタイミングがあったらやろう <laughs> ちょっと難しいやよりこいさん守りたいこの笑顔ありがとうつのさんバラありがとう そうだね <laughs> まあツーショットの時にじゃあツーショット次の初めてのツーショット撮影会は、うん、ぜひミンミンでミンミンで撮りましょうミンミンポーズうんこうかなそうこの指この指で 公園の記記念念写写真…あ記念写真あね確かに確かにえいきなり主張してもいいかななんかすごい個人主張じゃけどあずみあずみんポーズしてくるしてもいいですかお願いしますとかって一発目でいいのかな一か <laughs> いいのかな <laughs> 急に <laughs> この前できたあずみんのビンビンポーズなんですけど <laughs> 自作のポーズなんですけどいいですかね 自己主張強,強めだけどいいかな。マッキーンレインボースターありがとうシモ八五二さん神ありがとう <laughs> こっちこっちかな向けない方かなこっち側でミンミンですねそうだね確かに聞いてもらえたらじゃあ言おうかな <laughs>。 あそれなんかポーズあるって聞いて先輩に聞いてもらえたら「あじゃあミンミンで」って言おう <laughs> そうしますそうしようよしでは団長を読みます13位つのさんありがとう 十二をキュートさん、ありがとう。十一、リモさん、ありがとう。十位、とっちゃん、ぼやさん、ありがとう。九位、ぬしさん、ありがとう。八位、リオさん、ありがとう。七位、ゆうさん、ありがとう。六位、くまねパパさん、ありがとう。五位、かげさん、十七さん、ありがとう。四位、なおずさん、ありがとう。三位、まんきょん、ありがとう。二位、るりくしさん、ありがとう。そして一位は。しんごさん、ありがとう。 ありがとう。ありがとうございました。明日も。花は誰のもの公演。アンダーで。一部出演。頑張ってきます。しっかりと努めてまいります。努めてきます。 頑張ってくる行ってらっしゃいじゃないか <laughs> ありがとうございました頑張ってきます <laughs> ありがとう今日も夜配信ありがとうございましたタワーもありがとうねあしんごさんもありが,ありがとう <laughs> 誕生日のタワーもありがとうございました <laughs> ありがとう 頑張ってきますみんなも明日一日頑張りましょう一緒に良き日曜日を過ごしてください <laughs> 日曜日楽しんでくださいありがとうございましたありがとうでは「ねねあずみんで終わりますせーの」って言ったら「ねねあずみん」って言ってください いきますせーのなーにーありがとうございましたおやすみなさーいゆっくり休んでねバイバイ <laughs> おやすみなさーいバイバイ